ナみさん、お疲れ様です。そっか、ジョラでございます。まあ、小金持ちというね、定義、私もね、改めて聞かせていただきましたけども、多分ね、今ね、私、小金持ちってやつなんですよね、きっとね。えー、というのも、あの、現金資産を結構ね、家とかね、別のものに変えてるところがありますんで、結構ね、流動性の高い、いわゆるキャッシュってのはそんなにたくさんないんですよね。えー、もちろん、法定通貨以外の通貨に、 なっているってところもありますんで、潜在的なまあ、お金で言えばまあ、数億円ってことになるのかもしれませんし。しまあ、潜在的にって言えばね。私、あの商品作って売ることができますんで、そうなってくると1回のセールスでやっぱり300万から800万ぐらいの売り上げが上げれるんですよね。うん、そう考えると年間で10回のセールスをすると、まあ45000万とかすぐできちゃうなっていうのはあるんですよ。まあ、ただこれはねあんまり使ってないんですよね。うんまあ、というのが自由な時間をしっかりと。 確保して今までの速化塾の方とか最近でしたらオリガルヒの方に目いっぱいサポートしたいんで、えー、売るのを優先にはなってないんですまあそういうところねちょっと今余談でお話ししましたけどもさあがれ持ちとして私はこれができて良かったなっていうのはね4つか5つぐらいにまとめましたんで今日のこそこそ話でお話しさせてもらいますまず1点目なんですけどもやっぱり両親ですねあのー、幼い頃ねいつかお父さんやお母さんを落差してあげるんだって すごくく一生懸命忙しし働いてましたんでですからそういうふうな誓いを立てたことがあるのは私だけではないと思うんですよで今ねこの50を前にしてもう何年にもわたって私ね両親にお小遣いをあげてるんですよねそれこそ先月なんていうのはお小遣いをポーンとあげた時にあの「本当は苦しいんじゃないの?」と「もういいんだよこういうのは」っていうふうに言ってくれたんですよ、うん、まあ、でも全然私はねあの毎月お小遣いを渡すのは苦でもないし喜びなんですよねうん なんかそういうふうなことができるのはすごく嬉しいなと思いました、うん、やっぱりこう今ね両親は年金を受け取る時期ですけども受け取ってますけどもその年金に負けないぐらいねあの支払っていけるっていうのは非常に嬉しいことだし2018年19年は、まあ、家族を連れてね両親を連れて、えー、結構日本各地何カ所か旅行したんですけども、まあ、それもね全てプランから支払いまで全部私の方がさせてもらって、まあ普段では考えられないようなねビップな <laughs> 宿泊施設例えばね あの個室の宿泊施設で温泉も室内にあるみたいなところ泊まったりねまあ、北海道もちょっとね部屋の大きなまあ、スイートとはいかないんですけどもねセミスイートぐらいのグレードアップコースを取ったりとかさせていただいて、うん、なんかそれはねあの私なりにおかげさんでここまでできるようになったよっていう風なね、えー、自分の人生の表現でもあったんですよ、うん、まあ、そういったことができるのは本当に良かったなと思いますあのやっぱりねなかなか こうしてあげたい。あしてあげたいと思っても正味お金がないとどうしようもないんですよ。あのミニマリストって言葉はなみさん言われてましたけども、あの私ね、その少ない金額でたくさん楽しむっていうのを否定するわけではありませんけども、やっぱりお金がなければできないことが、この世の中も多すぎるんですよ。ですね。お金がなくてもできることっていうのは私なりにありますんで、工夫すればいいんですけども。でもやっぱりね。先ほどの話じゃないですけども、宿泊にしても。 まあグリーン車を取るにしても新幹線で,ですねお金を積んだらより明確に快適さが得れたりとか思い出が深まるっていうのはあるんですよねでも節約しなかったらどうだろうってうことはやっぱり現金がないとできない領域だと思いますんでそういうところもね今まではずっと両親とも私もそうですけども節約 を友,友達にししながらやってきましたんでね節約しなかったらどうなるだろうっていう体験をこれからはね、えー、少しでもできればなと思っているところなんですよ。 で、二つ目、子供ですね。私にも子供が生まれまして、一歳になるかならないかってところから、もう、インターナショナルスクールの方に会話してますけども、これっての授業料がね、毎月10万ぐらいするんで、年間で120万、それから付随する授業料が、プラスで数十万しますんで、だいたい150万から200万円ぐらいをかけていかなくちゃいけないんですよ。えそして、私の家は、この、ヤマトん生まれる前には不妊治療でしたんで、これが年間200万というね、とんでもない金額かかるわけですよね。まあ、ですんでね、 これから大和くんが10歳になるまでにおそらく、ね、2000万円ぐらいがかかるんじゃないかなと思いますけども子供に最大限の投資ができるのもでもお金があるからなんですよねやっぱお金がなくて節約でうちの子供面倒を見てもらえませんかっていうところは非常に限られてると思いますけどもでお金はそこそこ払うんでやってもらえませんかって言ったらそれは希望者は結構出てくると思うんですよねであの私あの会社をやってる関係で従業員さんを雇っていたんですけどもその時のね 社内スローガンっていうのがありましてそれは人材には最大限投資しろってやつなんですよ人っていうのは育つんですよね今日がダメ人間でも明日はね優秀な人になる可能性があるんですよでもそのためにはやっぱりね金銭的時間的な、えー、精神的な投資っていうのがいるんですよでその全てができるようになれば人間のパフォーマンスっていうのは最大限に引き出すことができると思うんでねだからそういうふうに 社員っていうのを育ってきたつもりだったんですけどもじゃあ社員に投資した金額以上に我が子には出せますかっていう時にまだまだ私はねあの今まで従業員さんを雇ってきて社員を雇ってきて払ってきた金額なんかに及ぶみもつかないぐらい子供にはまだ使ってませんのでねもっともっとぶち込んでいって我が子にはね最大限の投資そしてチャンスを広げていこうと思いますえー、でも3つ目です自分ですよね自分がいつも家族と一緒に入れてあげるっていうのは うんやっぱりすごく貴重な時間の使い方だと思いますやっぱ通常はね一生懸命働いてお金を稼いでいてもほとんど家に帰らないとかね週末もくたれ疲れてぐったりとかっていう状態だと思うんですよもちろんそういう暮らしが続くことはやむにやまれない部分もあると思いますんで一方的にそれがダメだというわけではないんですけどもねでもおかげさまで今私は自宅で曲がりなりにも仕事をすることができてしかもその時間もね 結構融が効くと。今みたいに深夜に作業すれば昼間はね、えー、基本的にはフリーハンドで家族と一緒にいられますんで、あのー、家族の希望することをすぐにやってあげれたりとかね家族の危機にいつも寄り添っていくっていうのは何よりもの自分への財産かなと思ってますこれもだからお金があるからできるのかなお金がなければねやっぱ月末のために働かなくちゃいけませんからねはいで4つ目ですけども情報をお金で買うことができるってことですよね やっぱりね情報をお金で買うって、えー、結構ねあの情報には当たり外れもありますんで、えー、勇気がいることだと思うんですよですんで所得が低いと情報っていうのは無料のものを集めてなんとかするって発想になると思いますけどもやっぱり無料のものよりも有料のものの方が自分に有益であるケースがやっぱ多いなと思ってます今まで本当に役に立つ情報っていうのはどっちかっていうとお金で買ったことがあるものの方が大きかったと思いますね まあ情報の中には例えば海外に行ってそこで体験するっていう情報もありますしね実際にいや美味しいと言われてるものを食べてみるっていうそんな情報の使い方もあると思うんですよそれから人との出会いとかお金をかけないと会えない人に会いに行くとかねやっぱり新潟にねナミさんに会いに行ったのもやっぱお金かかりましたけどもそれ以上の価値があったと思いますんでいやこれにもねお金がかけれてよかったなというところでございます で最後5つ目なんですけどもこれは最近の私の概念なんですけどもクラウドファンディングが結構ね躊躇なくバン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 できるってことなんですよまず一番最初にやったクラウドファンディングで頭にあるのが太陽光開発ですね太陽光開発のクラウドファンディングで一口1万円ってのがありましてねそこに5口ほど参加したんですよ、まあ、そうすると年間の利回りが20%つまり1万円の利益をバックして合計6万円で1年後に返ってきたってことがありまして なななかかかうままくいいっったたクラウドファンンディングだったかなと思います最近はねこの太陽光のクラウドファンディングはあちこちで、えー、事業が頓挫しているっていう例もありますんで今はしない方がいいと思いますけどねあの太陽光開発は結構ね今失敗に向かってるみたいなんでちょっと危なっかしいというふうなのが私の感想です。で2つ目のクラウドファンディングはえっ、ー、とね財務省をぶったたくみたいなね。君はまだ 暗いトンネルの中みたいなドラマがあるんですよ。これもともと消費税がなんでね、あの、欺まに満ちた税金なのかっていうのを暴くための漫画があったんですよ。これ中田敦彦さんも紹介してますけども、あさみちゃんっていう女子高生がいろんな権力者を論破して戦っていって、えー、今の財務省の体質は間違っているんだと。国の支配者出てこいみたいな感じでね、どんどん戦っていくやつなんですけども、これがね、ドラマになったわけなんですけども、ドラマの制作を私も出させていただきまして、クラウドファンディングの、まあなんですか、ヒットを 投資主というかそんな感じでございますいろいろとね舞台挨拶とか、あのー、スペシャルイベントとか招かれてるんですけどもまあ何せね私広島におりますんで東京にはなかなか行けないということもありまして全然行ってませんけどもねまあでも私の出したお金が映画の制作費になって完成を見たそしてこれからどん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 全国で上映されることを考えると感慨深いものがありますねはいそれからねクラウドファンディング例の堀江さんと餃子屋さんの話です あの餃子屋さんっていうのは私のね後輩の店でですねずいぶん前からひいきにしていたんですけども。 堀江さんが来たことによって私堀江さんも好きだし後輩のビジネスもね応援したいしって感じでどうなっちゃうのかなと思っていたんですけどもまあ後輩がねクラウドファンディングをやるってことで私もねこれひろゆきさんと同額のクラウドファンディングね参加させてもらってその枠っていうの2件だったんですけどもひろゆきさんと私がそれぞれ買って支えたって感じで今はねあの餃子屋さんもう爆儲かりして <laughs> よかったねって感じでございますねはいまあ堀江さんの効果があって儲けたようなもんですねあれはね <laughs> かった良かった まだクラウドファンディングが、ね、あるんですけどもあそうそうそうクラウドファンディングねこれですねはい「銀河英雄伝説」というねアニメなんですけどもこれがねリメイクされてるんですけどもなんせお金がなくてできないっていうところでこれにもね一口33万だったかなクラウドファンディングすることによってまあ、得点をいただきつつまあ、映画も完成で次回作もできるっていうことなんでねああよかった息を吹き返したなってことでございますこちらの方は作品が全部完成するまでずーっと私はね支援していこうと思いますんで数百万円規模で クラウドハンディングをすするることとになると思いますけども私の大好きなアニメ、そしてアニメ文化に、私もアニメーターとしてじゃないんだけども、スポンサーとして協力できる、こんなに嬉しいことはないなと思ってます。はい、すべてね、お金があればできることなんで、おやっぱりね、少ない人生あの、一度きりの人生ですから、まあ、やりたいことはやっておきたいなと思いますね。ただ、その時に足かせがどうしてもお金と時間っていうところがあると思います。まあ、あの、私のね、人間性が悪いから、 いらないよって言われる部分にはもうしょうがないと思いますけどもまあお金と時間につきましてはね頑張ればできる部分があると思いますので最大限追っかけていきたいなっていうのが今日のコツコツ話でございますまだまだこれからね私にもやり残したこととかこれからやりたいことが出てくると思いますんで負けずに頑張っていこうと思いますそれじゃあ今日のコソコソ話は以上でございますいってらっしゃい